ルイ・ガレルはフランス・パリ生まれの俳優。父親はゴダールの再来と呼ばれている映画監督のフィリップ・ガレル。母親は俳優のブリジット・シー。俳優モーリス・ガレルの孫にあたる。妹・エステル・ガレルも俳優である。幼い頃から母や祖父と共に父の映画作品に出演していた。父の救いの接吻に出演したのは6歳の時だった。 ジャンピエール・レオ公演の下、俳優として才能を認められたガレルは、学業の合間に舞台に立つようになった。フランス国立高等演劇学校を2004年に卒業している。本格的な映画初出演は、ジェーン・バーキンと共演した2001年の、これが私の肉体である。2003年に出演したベルナルド・ベルトルッチ監督の、ドリーマーズで、国際的に知られるようになった。 2005年、父、フィリップ・ガレルの映画、恋人たちの失われた革命の主演を務める。同映画は、第62回ベネツィア国際映画祭で、銀次賞を受賞する。2006年、恋人たちの失われた革命で、セザール賞の有望男優賞を受賞する。その後も、フィリップの映画、愛の残像、灼熱の肌、ジェラシーに出演している。灼熱の肌では、 女優モニカ・ベルッチと共演している。2008年、2010年に自ら短編映画を制作している。2016年、ニコール・ガルシア監督の愛を綴る女で、女優マリオン・コティアールと共演。女優の監督である、女優バレリア・ブルーニテ・デスキと5年の交際の後2012年に別れ、イラン人俳優ゴルシフテ・ファラ・ハニと交際している。2015年により、 歴史やカスタと交際し、2017年に結婚した。ありがとうございます。